それではこれからヨガの立ちポーズを行います。まずは少し足を開いてください。肩幅ぐらいに開きます。そして両手を合わせます。手の親指をクロスしてください。そして両手を息を吸いながら上げていきます。こうですね。このまま足のかかとを上げてください。この足の親指側に力を入れます。足の親指側です。小指側に力が入りやすいですが、親指側に力を入れてください。しばらく鼻呼吸を繰り返します。ではゆっくりかかとつけて、両手スーッと天井を上げて、体を、左です、左にぐーっと倒します。右斜め上を見てください。ゆっくり戻って、今度は右です、右にぐーっと倒して、目線は左斜め上を見てください。この時肘が曲がらず伸ばして、そして少し手を後ろに引きましょう。はい、ではゆっくり戻ってきてください。そのまま今度は体を左です、左にぐーっとねじります。足は固定したままですね。足は固定したまま、手を肘曲げずに伸ばして後ろを見ます。呼吸してください。ではゆっくり吸って戻して、今度は反対側、右です、右にねじってください。はい、ゆっくり戻って、そして両手を肩幅に広げます。吸って吐きながら膝を曲げます。グググググっと中腰です。手伸ばして、深い呼吸繰り返します。もう少しいけるようであれば、少しお尻を後ろに引いて膝をさらに曲げて、そして肘を曲げて、こんな形でちょっと胸を開いていきます。さらに両手をもう一度伸ばして、吸いながら起きていきます。合掌して手を胸の前に下ろします。深い呼吸を繰り返しましょう。それでは合掌を解きます。以上で終わります。ありがとうございました。